J2 バケモン図鑑。2023年シーズン J2 リーグに所属するバケモン級選手をご紹介。まず1人目はナンバー23ディフェンダーヨルディ・バイス。2018年から5年で21ゴール、ほぼ全試合に先発し続ける正真正銘の怪物。当たり前のように攻撃参加してくるセンターバックに味方でも焦るらしい。2人目はナンバー5ディフェンダー柳康隆。2020年からの3年間でセンターバックながら18ゴール。ディフェンスだけが仕事じゃない。彼も正真正銘の怪物。結論、岡山のセンターバックが最強すぎる。そしてそんな岡山を率いる男、監督木山隆、千葉、愛媛、山形、岡山、安心安全のプレーオフ確定男。2009年の水戸で勝ち点73を叩き出したのもこの男。ただ昇格へ導いたことは